ですか。あと、年金の受け取りですね、月の金額、あと、まあ、供給表で見るにはとかですね、まあ、偶数月死亡の場合はとか、まあ、この辺は結構聞かれるところではあるんですけども、やっぱりですね、まあ、年金についてはいろいろ細かい知識っていうのが、まあ、気になるというかですね、知りたいという人はいるんですけども、いずれにしてもですね、年金の制度がゆっくり崩壊に向かっている以上ですね、まあ、これはですね、とにかく、自己年金をゆっくり作っていくしかないです。で、ネットビジネスで稼ぎつつ、長期投資に回してこのループを作ることで、年金2000年問題、もっと言えば、ただ、年金というのはもう贅沢もせずに生きるためだけの金額なので、それ以上のですね、豊かなライフスタイルを送るための年金の作り方というのをコンサルしています。で、ネットで稼ぐ場合にですね、海外移住してネットで稼ぐ場合に、